座長おめでとうございます。32歳あっという間に30代になっちゃいましたけど、まあまあ、座長らしく、どんどん年を取っていってください。これからもついていきます。デコは映さないで。いやでもお願いっていうかもうこのまんまでいてください。それが一番ですね。わがままも優しいところとかも、そのままでお願いします。32歳おめでとうございます。これからも一緒に一生懸命頑張りましょう。よろしくお願いします。彼女座長誕生日おめでとうございます。僕のことをもっと愛してください。それじゃあ劇団花吹、それじゃ座長、誕生日おめでとうございます。32歳になった座長に頼み事をしたいと思います。カツラを4面ぐらいください。お願いします。絶対やからな。誕生日おめでとうございます。これからも劇団の座長としてみんなを、また裏方のみんなも引っ張っていってください。僕たちもどこまでもついていきます。おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。これからもますます男に磨きをかけて舞台に生きて頑張ってください。僕もあんたについていきます。もっと僕に構ってください。構ってください。僕そして僕に優しくしてください。より一層お願いします。頼むぜ。演劇の友の雑誌を買ってくれたあなたありがとうございます。劇団花吹の桜京之介です。春の城座長のですね誕生日公演の DVD 出来上がりましたらどうぞお買い求めよろしくお願いを申し上げます。また生の舞台も見に来てください。そして僕の誕生日公演の DVD も販売中でございますのでお買い求めよろしくお願いを申し上げます。さようなら。生、まあとにかく自分らしく、お客様に楽しんでいただける舞台を心がけるです。役者像、俺なんかその時その時で影響を受けやすいんで、今はそうですね、名前は出さないですけど、はい、役者、そのお芝居をしっかりこうやられてるっていうかそういう役者になりたいですね。知らんがなそんな勝手にもうどうぞですほんまに。もう自分たちは自分たちの、うちを来てくれる人をこう楽しませるっていうのがあるんで、大衆演劇いいも悪いも大衆演劇、なんでそこに自分がいてる限りにはもう頑張るしかないなっていう風にちょっと考えも変わってきてるんで、キルとかどうのこうのそんなもうおこがましい。やっぱりメイン的にはお芝居を中心とか言ってるけど、まあおショーも大事だと思うし、全体のバランスですね。一部から始まって、お芝居が始まって、で三部始まる前に口上があって、大体はお芝居グランドショーっていう流れだと思うんで、その流れをどう楽しんでもらえるかっていうのをみんなでこう考えながら、やっぱ俺らだけが、俺と三代目が二人で頑張ってああしようこうしようって言ってても場をつないでくれてるメンバーもおるんで、そういう人たちもこういろいろ考えてもらえるようにこうしていってもらいたいっていうか、していきたいですね。30点ぐらいかな。多分今日やからお客さんも笑ってくれたりとか、よかったよって言ってくれてるんやろうけど、これを普段の日にやったらどうなのかなって思ったりとか、あとはまあちょっと稽古する時間もなかったし、そういう感じで30点ぐらいかな。そうですね、慎吾さんのおかげです。はい、俺がその役者になったのが中学ぐらいからで、でそんなにお芝居っていうものを教えてもらってなかったりとか知らないんで、はあそうなんやっていうのがまだまだいっぱいあるから、そういう、もの多すぎて何っていうのがないですけど、
ご覧の皆様本当にありがとうございます。この度、DVD の方も撮影していただきまして、販売することになりました。うちの劇団花吹雪の上りを見たら、この誕生日公演の DVD 収録しております。その DVD 販売しておりますので、よかったらお買い求めください。お願いします。